おう、キリトじゃねえか。ちょうどいいところに来たな。おい、待て待て、悪い話じゃねえって。いい装備品が入荷してるんだよ。それも訳ありで格安ときた。そこらくっちゃ。装備品ってのはこの服だ。それがな、この服ペアルックなんだ。ああ、しかも男女ペアで身につけないと本来の性能を発揮できないらしい。どう思うだろう。この女性の少ない SAO でこの服を男女ペアで着用できるようなやつは、そりゃもう大変な過保護者ってことだ。キリト、お前せっかくこの服を有効活用できる境遇にあるんだ。ありがたくもらっとけよ。安くしとくぜ。そういえば、ログハウスの内装は気に入ってもらえたか？そうだろう、そうだろう。出血大サービスだったからな。おめえの中だ、オンなんて感じなくていいんだからよ。私にプレゼント？なに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 ？
もでもキリト君がこんなものをプレゼントしてくれるなんて。うん、ありがとう。ということで、早速二人でこの服を着てデートに行きましょう。今からに決まってるじゃない。じゃあすぐに着替えるからちょっと待っててね。キリト君、無理しなくても。キリト君、もう初めからそう言いなさい。あれってもしかして閃光のアスナと黒の剣士だよね。結婚したって話はあったけど、あんなにラブラブなんだ。でもなんかここで食べても味とかよくわかんないね。私たち目立ちすぎだね。難しいかな。でも新鮮だね。こんなデートを SAO でするなんて思わなかったな。見せつけてくれるよね。さすが夫婦。
爆発しろこのリア充どもめ。いや、リアルじゃないけどよ。サンドイッチのソース口元についてたから。嘘だよ、食べかすなんかつくわけないでしょ。飲み物買ってくるね。したいのよね。あ、ママ、今帰ってきたんですね。帰りなさい。ただいま、ゆいちゃん。ママは息抜きしたいんですか？まあね、でも攻略もあるし息抜きなんて言ってられないんだけど。急に聞かれると特にこれって浮かんではこないんだけど。場所があるんです。その心配はいりませんです。私が行きたい場所には強いモンスターはポップしませんから。気分で大丈夫ってこと？はい、今のパパとママの実力ならそう言っても問題ないと思います。私、お弁当を用意してくるね。ママ、いっぱい作ってくださいね。うん、任せておいて。Thank you.
パパ。ゲートを出てからですね。景色の中でならお弁当もすごく美味しく食べられそう。頑張って作った甲斐があったってものね。でも実はここ見るだけじゃないんですよ。プレゼントだなんて本当に嬉しい。ありがとう。さあ、ママもパパも着てみてください。うん、じゃあ早速着替えさせてもらうね。私とゆいちゃんはそこの木の陰で着替えるから、キルト君はあっち。